どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、こちらお仕事で、JR の名古屋駅に来ております。もうね、今お仕事が終わってあとは帰るだけなんですが、まあ、せっかくね、新幹線で、東京の方まで帰るということなので、新しく登場した M700S 新幹線に乗ってみたいと思います。まあ、実はね、私以前にもですね、まあこの前お仕事で、また移動した時にちょっとだけ乗ったんですけど、まあ、しっかり動画もね、撮ってなかったので、まあ、今日はね、動画をちょっと撮ってどんな感じかなっていうのを見ていきたいと思います。ちなみになるべく人の密を避けるために、まあ、今回グリーン車をね撮ってますので、まあ、ちょっと普通席の方は見れないんですが、まあ、グリーン車どんな感じかなっていうのをお届けできたらと思います。結構グリーン車やっぱり乗ってる方多いですね。シュプリームですかね。じゃあ私今回8号車に乗ります。4番線の電車17分4分、乗ります。さあ、ここから車内の様子はすべてアフレコでお送りします。さあ、座席の感じ、こう見ましてね、以前の N700A とはまたほら配色なんかも違いますし、微妙にこうデザインもね、それなんか横の角度とかも若干違っております。テーブルはこんな感じです。さあ、そしてリクライニング倒してみます。なんかかなり沈み込む感じというか、かなりいい角度になります。結構ね、隣全く倒してないところと比べたら差が出ますが、あのグリーン車シートピッチも広めなので、まあそこまで後ろの人に影響がないようにはなってます。まあここはねシンプルになってますが、微妙にあの肘掛けの形状が変わってるので若干違います。さあ、こちら肘掛けのテーブル、これもね若干あの大きくなった気がします。多分大きくなってると思います。うん、使いやすい。カーテン、日よけですね。さあ、ここが読書灯、下がヒーターですか。ちょっと今はね暑いのでつけてません。 N700A は横に並んでたので、今回縦並びに変わってました。まあそれだけ肘掛けの形状がかなり大きく変わって、電源もこんな感じ、まあついてる位置自体はそんなに前とは変わらないんですが、これこの大きいね、大きい私はモバイルバッテリー、これがねなかなか難易度高かったんです、これまで。ただこの N700S だとこの下のところがぴったりはまるのですごく安定します。これがね N700A だとほらちょっとあの縦の部分、電源の上と下の部分があのとてもね狭かったので、結構ぐらついちゃってたんですね。これこんな感じで重くて大きいコンセントだとあまり安定しなかったのが、 N700S だとかなり安定するようになりました。これすごくありがたいです。こちらコートフックです。上の荷物置き場ですね、まあ広めに取られてます。このデッキの荷物スペース、今はまだ使えませんが、まあ、今後は使えるようになるそうです。お手洗いこんな感じです。洗面すごい綺麗です。明るくて、もちろんねカーテンもあります。さあ、ここが特大荷物スペース。これね盛んにニュースなんかにもなってましたが、事前にこのすごく大きい荷物を持ち込む場合はこちらを予約してっていう感じですね。
車内ディスプレイ、これすごいですね。フルカラー LED で、2段に上下2段になったので、いろんな情報が一度に出せるようになりました。こう見比べてみると N700A もね、ずいぶん新しい車両と思いますが、また全然変わりますね。フルカラーになったというだけで、しかも2段、やはり大きくて見やすいです。今どこにいるかだったりとか、何号っていうのとか、常に大切な情報は表示されてるので、ありがたいですね。いつ見てもこの流れるのを待たなくてもいいっていうのが。さあ、そして上のライトにご注目ください。こんな感じで、すごくなんかスマートになったというか、かなり天井が高く感じられるデザインです。ライトもね、2棚の上の方がなんか光ってる感じ。さあ、こちらですね、上のライト、停車駅に近づくこのアナウンスが流れる時に、なんと上のライトが明るくなります。荷物棚とか、あと単純この明るさでね、停車するっていうのが分かるようになりました。これ便利です。こう見ると窓のね、形状も違いますね。なんかちょっと立体になって、そのとこにライトがついてる感じがします。お、またちょっとこれ、ホワイトバランスも変わっちゃいましたが、これまたね、到着近づき明るくなりました。わかりやすい。こちら側のドアが開きますと、間もなく東京、これが同時に表示できるのがありがたいですね。まあ、前もドアのね、表示ありましたが、この一つしかなかったので流れていってしまう。さあ、そしてこの乗り換えが便利、これがすごいです。特に東京駅は乗り換えね、たくさんあるのでね、3枚にわたってこんな感じで出てますが、これはね、英語でも案内があるので、海外のお客様にもとてもいいと思います。わかりやすい。なんかいっぱい一度に見れるからありがたいね。またこの電車東京、ということで、名古屋から、こちら東京まで、ね、N700S に乗って帰ってきました。まあ、前回もですね、私、ちょろっとグリーン車乗ったんですが、やっぱりいいですね、快適、広いし、まだね、ちょっと若干新車の匂いがします。で、やっぱり N700、まあ、A とかね、とはまたちょっと違ったね、部分もたくさんあるしね、それぞれ個性があるなと思いますので、まあ、ちょっと今度ね、普通席も乗ってみたいと思いますが、グリーン車はこんな感じでした。まあ、これからどんどんね、主力になっていく新車両ですから、まだこれから増えていきますから、で、皆さんもぜひぜひ、乗った際は、よくチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、N700S 新幹線に乗ってみたでした。ありがとうございます。シュプリーム。ロゴかっこいいです。